今日はね、掘り出し物の中古車が入ったということで、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。ほいで、今日担当していただくのが、はい、営業担当の寺田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほいで、今日のご紹介のお車は、はい、こちらですよね。こちらです。H のマークがかっこいいですよね。はい、よく見ますよね。これは何というお車ですか？はい、ホンダ Nボックス です。これ軽自動車人気ナンバーワンの Nボックス ですよね。はい、そうなんです。これめっちゃ欲しいんですよ。で、黒ですよ。はい、もうかっこいい黒ですよ。かっこいいですね。これはちょっと期待したいんですけど、はい、ただね、気になるお値段なんですよ。はい、こちら車両本体価格おいくらなんでしょうか？はい、車両本体価格は119万です。安い。ありがとうございます。 Nボックス が119万円。はい、そうなんです。これは安いじゃないですか。はい、軽自動車、しかも人気の車って、はい、なかなか中古車でも値崩れしないじゃないですか。はい、そうなんですよ。それが119万円。はい、ちょっと安すぎません？はい、ちょっと安いんですよね。ですよね。はい、あ、なるほどね。はい、これめっちゃ昔の車なんでしょう？いいえ。ちゃうんですか？はい、これ年式どれぐらいなんですか？平成30年式です。え、ちゅうことは3年落ちですか？3年落ちです。安い。はい、あ、そっか、3年やけど、はい、もう10万キロぐらい走ってるんですよね。いえ、約3万2千キロです。3万2千キロ、はい、3年しか走ってなくて、はい、3万2千キロしか走ってない。そうです。これはまだまだのお車じゃないですか。はい、で、118万円ですか？119万円ですね。ちなみに、はい、こちらグレードはどんな感じですか？はい、GL ホンダセンシングとなります。これはランクで言ったらどれぐらいのお車なんですか？そうですね、安全装備がもうついたお車になってますので。そうなんですか。はい、真ん中ぐらいのグレードですかね。なるほど。はい、真ん中ですけど、はい、安全装置はついてますと。はい、これいいじゃないですか。はい、それにしては安すぎますよね。はい、これは安すぎると思うんで、はい、なんか落とし穴があるような気にしてしゃあないんですけど。ないです。ないんですか？ないです。言い切っちゃっていいんですか？あ、大丈夫です。なんかどっかにボコッとへこんでるとかないです？あ、ないですね。ほんまですか？はい、じゃあちょっとその辺も合わせてじっくり見てみたいと思います。はい、じゃあまずは恒例の傷チェックなんですけども。はい、どうです？前から見ましょうか？そうですね、前はね、本当に傷はないです。傷ないですよね。はい、大きな目立つ飛び石なんかもないですよね。ないですね。じゃあ横も行っときます？はい、行きましょう。じゃあ運転席側なんですけども。はい、どうでしょうか？はい、大きい傷はちょっとないんですけど。そうですね、はい、へこんだりするのは見当たらないですけど。ここがどうしたんですか？ここが見ないでですか？佐藤さん流ですね。見ないで。見ないで。ちょっと見せてもらいましょうか。お手伝いかけてもらっていいです？はい、ちょっとね。あ、なるほどね。はい、この辺もね。はい、ちょっと線傷言うんですか？そうなんですよ。引っ掛け傷言うんですか？はい、これでもめっちゃありますよね。はい、多分前のオーナーさんめちゃめちゃ爪が長かったんでしょうね。もしくは猫やったかですよね。猫ですね。猫娘やったかもしれませんね。はい、あとこの辺もね。はい、そうですね、ここら辺がちょっと傷ありますよね。はい、で、後ろの方は？後ろの方は特になく。ないですね。お、また出ないでポーズ出ましたね。ちょっとしんどそうですよ。ちょっと背丈足らなさそうですけど。ちょっとギリギリなんでね。ギリギリですよね。はい、じゃあお手手どけていただいていいでしょうか。パカ。あ、これね。はい、これちょっとあの大きめの傷ですよね。そうなんですよ。ちょっと塗装までね、剥がれているような傷が2箇所ありましたね。はい、じゃあ後ろ見てみましょうか。はい、後ろはどうでしょうか？後ろはね、比較的綺麗です。綺麗ですか？はい、見ないでポーズは出ないですか？ないです。この左側の後ろも比較的綺麗ですね。はいはい、綺麗です。じゃあ助手席側ですね。はい、どうです？助手席側はかなり綺麗だと思います。比較的綺麗ですね。はい、ちょっとね、運転席が引っかき傷たくさんありましたけど、はい、大きなへこみみたいな傷はなかったです。はい、ありません。ほいで、はい、ヘッドライト、これも綺麗じゃないですか？はい、綺麗なんですよね。反対側もどうです？はい、こっちも綺麗だと思います。あ、ほんまや。あ、めっちゃ綺麗綺麗綺麗。はい、それではあの運転席開けます。よいしょ。はい、どうぞ。うわ、めっちゃ綺麗ですね。はい、内装本当に綺麗ですよね。3年しか乗ってないですからね。はい、それは綺麗ですよ。
でフロアマットも、はい、あーめっちゃ綺麗、あー綺麗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 これでシートがまたおしゃれですよね、はい、そうですね、なんかモダンな感じしますよね、はい、でもシートのへたりとかあるんちゃいます、はい、いやないと思いますけど乗ってみましょう。お願いします。はい、よいしょ。あ、全くありません。大丈夫、はい、乗り心地もバッチリですか。バッチリです。ほいでね、はい、このハンドルも、はい、おしゃれですね。そうですね、ハンドルカバーついてますので。ついてます、はい、取っていただいたらもう綺麗なまんまのハンドル出てきますので。これでいろんなボタンついてます。はい、これで、はい、この辺もおしゃれですね、はい、おしゃれですね。これエアコンの吹き出し口ですよね。そうですね、これエアコンです。でこの真ん中のは何なんですか。ここも物入れになってます。あ、こんなところに物入れがこれ意外と便利そうですね本当にいいですよね。それでね、ここにはドリンクホルダーと、はい、ちょっとした小物入れが入ってます、はい、入ってます。それでこっちもね、はい、なんかいっぱい物置けそうな感じですね。そうですね、はい、でこっちも見てください。うわ、このところにも物入れが、はい、物入れあるんでたっぷり入りそうですね、はい、それで、はい、ここにもね、はい、ここかなりいっぱい物入りそうです。置けますね、もちろんね、ここにも、わ、はい、このところに、はい、ありますんで収納たっぷりなお車ですね。はい、これでこれナビ、はい、カロッツェリアの7インチナビです。で、バックモニターもついているので安心して運転していただけるかと。これでね、はい、一個すごいなと思ったのが、はい、これこれビニール剥がさずに3年間折ったいうことですよねそういうことですね。これはすごい、うん、皿ですね、はい、ですよね、かなり綺麗だと思います。ほぼ皿ですよね、はい、ここはね。じゃあ次は、はい、後ろの座席見させていただきましょうか。はい、行きましょう。いや、行きましょうよ。いや、後ろ見ましょう、早く。あ、大丈夫です、ここで。ここでいいんですか。はい、というのはもちろん、はい、お、はい、これ運転席だけ。いえ、あら、もう一個両ドアです。いいじゃないですか。はい、じゃあ後ろね、はい、見てみましょう。はい、あ、後ろも綺麗、はい、これでモダンな感じで、これでここも綺麗、はい、あ、もうサラッピンじゃないですか、後ろなんてめちゃめちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗ですよね、はい、ちょっと座ってみます。うん、後ろも全然座り心地問題ないですね。ほいで前めっちゃ広くないですか。いや、めっちゃ広いんですよねえ、はい、これ小柄な寺田さんやいうのを差し引いても、はい、十分広いですよね。ですね。じゃあちょっとね、後ろも見せていただいていいでしょうか。はい、開けます。よいしょ。はい、あー、後ろはね、はい、やっぱり軽自動車だけあって、はい、ちょっと狭いですね。いえ、そんなことないんですよ。いや、だって狭いじゃないですかそれ、あの、このシートアレンジでめちゃめちゃ広くなるんで。あー、なるほどなるほど、はい、まあ、言うてもあれでしょ、ちょっと椅子倒れたりするぐらいなんでしょ、はい、いえ、どうでしょうね。いや、ちょっと見せていただいていいです。はい、よいしょ。よいしょ。はい、何これ、え、ほぼほぼフラットじゃないですか、はい、もう全倒しですね。ですよね、はい、これチャリンコいけますよね。いけますね、 2,3 台いけますよね、はい、一応この下にもほんとちっちゃいスペースなんですけどちょっと入れれます。ここね、はい、ここ物入れれますね、はい、あと応急セットみたいなのが入ってますね、はい、ついてます、はい、で、こちらですね、こう上げていただくことによって背の高い荷物も置いていただけるかと。ああ、なるほどね、はい、背の高い荷物もここに乗っかると。はい、それではエンジンかけます。はい、元気いっぱい、はい、問題ないですね。問題ないです。で、変な音も鳴ってませんね。鳴ってません。じゃあちょっとエンジンルームも見てみましょうか。はい、じゃあ開けます。よいしょ。はい、うんあー、なるほど、そうですね、ちょっと、うん、汚いですね。まあ、でもこういうのありのままね、はい、ちゃんと見せときましょうね、はい、ただ汚れてはいますけど、はい、整備の方はきちっとしてね、はい、お渡しということで、はい、間違いないですもんね。問題ないです。ということでやだ、なんかいますね。います。やだ
じゃあ気を取り直していきましょうか。佐藤ちゃんですね、はい、ということで今回ね、はい、ホンダ Nボックスの紹介やったんですけども、はい、ちょっとまとめますね、はい、こちらグレードは、はい、GL ホンダセンシングです、年式が平成30年式です。で走行距離が、約3万2000キロです。で車体本体価格おいくらでしたか。はい、119万円となります。これでね一つ気になることがありまして、はい、こちら車検は切れてますよね。切れてますね。切れてますね、はい、こちらは車検はじゃあ受け渡しということで、はい、もちろん間違いない、はい、これで車検ね、はい、もちろん通すだけじゃなくて、はい、きちっと整備してのお渡しということで、はいはい、じゃあね、はい、一番気になる支払い総額なんですけども、はい、こちら車検2年受け渡しということで、はい、結構金額張るんじゃないかなと心配なんですけども、はい、こちら支払い総額はおいくらでしょうか。はい、ズバリ135万円です。安い。ありがとうございます。これは安いじゃないですか、はい、これは掘り出し物ですよね、はい、なかなかねこの程度の Nボックス、はい、そのお値段ではないんじゃないでしょうかね。そうなんです。市場では結構高いんでですよね、はい、これで本来やったらねここでおねだりタイムなんですけども、はい、こちらねちゃんとドラレコついてるんですよ。はい、なんで笑ってるんですか。これちょっともあの違います。違う、はい、これドラレコじゃない。いやドラレコなんですけど。ドラレコですよね、はい、一応あの保険会社でお客様がつけられたものになりますので、はい、ちょっとこれは取り外しさせていただきます。いや置いときましょうよ。いや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 、ダメなんですか。はい、ダメです。じゃあこれはドラレコはなくなっちゃいます。はい、ということはここでおねだりタイムが始まります。はい、ドラレコが今ついてるのはなくなっちゃうということで、はいはい、そうですね、ドラレコつけてもらいましょうか。やっぱりやっぱりいきます。やっぱり、はい、だってもうついてるの見てますからね。そうですね、もう映っちゃってますから、はい、もうドラレコはついてるもんやと思ってしまうじゃないですか。そうですね、はい、ね、ここは期待に応えていただけないでしょうか。もちろんなんとか今回も YouTube 見たようでサービスでつけさせていただきます。ありがとうございます。はい、これ YouTube 見たよって言わんかったら、はい、なしで。なしなんですね、はい、じゃあもう絶対に YouTube 見たよって言ってください、はい、お願いします。そしたらあの中谷さん指定のドラレコにはなるんですけども、はい、そうですね、ドライブレコーダーついてきます。はい、でなんと、はい、総額135万円、はい、これは安いと思います。はい、ただですねこの総額は大阪府登録のみ限りますので他府県登録の場合は別途諸費用いただきます。それは知らないですよね、はい、もう中谷さん大阪なんで、はい、大阪府に限りの登録ということで、はいはい、ただね他府県の方もこれ見に来る価値はあるんじゃないかなと思います。はい、お願いします。ということで、はい、今回は中古車 Nボックスの紹介でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。